ちゃん、どうしたの？何か相談事？いや、相談ってほどでもないんだけど、キャッチュでのかのんちゃんってどんな感じ？どんなって言われてもいつも通りじゃない？何か気になることでもあるの？ちょっとね、私とかのんちゃんって子供の時から一緒だったから。うふん、そういうこと。自分がいないところではどんな様子なのか気になるのね。何それ、千里先輩ってひょっとして過保護タイプ？違うよ、ちょっとだけ、ちょっと気になっただけだから。ああ、そういえばたまに言ってたわよ、こんな時ちーちゃんだったらって。え、そうなの？私もこんな時かのんちゃんならって考えてた時あるかも。へえ、離れていてもそういうところでつながってるってこと？そうみたい。不思議だよね、目の前にいなくたってつい頭に浮かんじゃうんだ。少し羨ましいわね、2人みたいな関係って。そうだ、クークー先輩もよくしているわよ、すみれ先輩の話。そうなの？すみれが喜びそうですとか、すみれには内緒ですよとか、もういちいちうるさくて。よかったね、すみれちゃん。別によかったとかはないわよ、ふーんって思っただけ。じゃあレンちゃんはどんな感じなの？私の話してた？そうね、たまにかしら。たまにってことはしてるんだね。もうその話いつまで続けるのよ、そろそろラジオ始めるわよ。はーい。ラブライブスーパースターゆいじょランチタイム放送局リエラジ。皆さんこんにちは。ゆいが丘女子高等学校スクールアイドルリエラウィンマルガレーテ役ゆいなことゆいなです。嵐千里役なこちゃんなこなここと美咲なこです。ヘアンナスミレ役ペイちゃんことペイトンナオミです。私たちリエラです。よろしくお願いします。どうですか、嵐千里さん。嵐千里ですございます。あ、間違えた。嵐千里がね、ちょっと若干死と地が毎回ちょっと詰まっちゃう、言いづらいねみたいな話をしたのは始まる前なんですよ。そうなの、練習してないの。そうなの、めちゃめちゃ身内ネタになってしまった。全然知らないのよ。そうなの、本番が始まる直前まで隣にいるゆいなさんがずっと嵐千里ですって。もうなんか練習名前をね、大体みんな言うのよ、マイクチェックの時にね。その時に自分の担当メンバー言うはずなのにずっと嵐千里です、嵐千里です。だから今回まるちゃんはいないかもしれない。あれあら、どこです？どこ行ったの？まるちゃんいますよ。ここにいます。よかった。安心安心。ということでですね、前回のリエラジを担当してた3人からメッセージが届いております。なんだって？テレビアニメ3期の放送まで1ヶ月を切ったということで、テレビアニメ3期に期待することを5、7、5で表現してほしいとのことです。最初の5がなこで、ペイが7、で最後の5を私が担当します。これはお互い書く内容を内緒のままドンって発表する感じ？怖っ。ぶつけ本番だ。じゃあ今考えとく？じゃあワンちゃん全部同じ単語になる可能性もあるってこと？それはさ、それでさ、心がさ一つになってるってことだから。確かに確かに。ポジティブシンキング。みんな見習って。じゃあこれ2人のやつ聞いても今決めたやつを変えずにいくってこと？なんか書いた方がいい。それか私でも最初だから多分変わんない。そうだよね、そうだよね。私一応ここに書いてあるメモ用意とか見えないようにね。書きうわ迷う。5、7、5ってなこじゃん。ゴーナコじゃん。ゴーナコじゃん。書いた？書いた。ねえ。書いたか。反応してあげてよナコ。本当だよ。ゴーナコって。言ってってこと。いえ。皆さんまだ始まったばっかりですよ。ちょっとチャンネル変えないでね。始まったばっかりです。チャンネルはそのままで。では。書けました。はい。よし。いきますよ。はい。輝くよ。キラキラ笑顔。期待大。わあ！え、めっちゃ綺麗じゃない？拳合わせよ。最高。いけた。めっちゃ綺麗に収まった。輝くよ。キラキラ笑顔。期待大。まあ。期待大。すごいね、迷ったよ。それぞれその心は。あれ、これって何？そういう謎かけですか？そういうやつなの？どちらも何々でしょうね。いやでもやっぱ私はこう11人になったということで、おのおのの輝きみたいなものをやっぱ大事に見てほしいなっていうのがあったので、輝くというのを入れましたけど、そしたらペイがなんかいい感じに。ねえ、そうですね。なんですげえ。あ、でもナッコに同じくやっぱりキラキラ笑顔がすごく特徴的というか、みんなさそれぞれさ笑顔がすごい素敵だから、そんな瞬間がたくさん見られるんじゃないかなと思ってゆいなにつなげました。そんなゆいなは、私は期待することだから、期待って入ってたから、じゃあ期待入れちゃおうみたいな。そうね、何にっていうのは私らに任せたわけだ。そうなんとかをみたいに来るかなって思って。でも先読みうまいよね。ね、うまい。何着てもいけるもんね。万能だわ。万能、期待大です。最高。じゃあ皆さんね、3期も皆さん期待大でお待ちくださいませ。お願いします。それでは皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。ラブライブスーパースターゆいちょランチタイム放送局リエラジ、レッツスーパースタート。ラブライブスーパースターゆいちょランチタイム放送局リエラジ、皆さんからのお便りを紹介するゆいがわが女子高等学校投書箱のコーナー、せーの、投書箱。それではメールをゆいなお願いします。はい、リエラジネーム半田くんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。先日公開されたラブライブシリーズアジアツアー2024みんなで叶える物語のテーマソング「Bring the Love」の視聴動画見ました。疾走感のあるポップな楽曲でありながら、歌詞にエモーショナルさを散りばめた素敵な楽曲になりましたね。フルバージョンがとっても待ち遠しいです、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで改めてにはなりますが、9月20日に「ラブライブ!」シリーズアジアツアー2024みんなで叶える物語テーマソング CD「Bring the Love」をリリースさせていただきます。やったー、ありがとうございます。わー、楽しみ。1ヶ月切りました。そっか、もうちょっとだね。え、あと10日後？10日後ですね。楽しみだね。そうなんですよ。視聴動画はね、フルじゃないけどちょっとね。そうなのよね。ねえよね、ポップな感じ。そう、確かにめっちゃノリノリで、すごい最初から聞いた時にめっちゃ楽しいなって思いました。ね。でもライブウィズアスマイル以来ですか、こうやってこうシリーズの垣根を越えてみんなで歌うっていうのは。私たちだって5人の時か、1期生だね。そうだね。だから今回2、3期生と歌えるかもどうなの？わからない。どうなんだろう。今回のこの歌唱自体はあれですよね、各シリーズの代表の方ですよね。はい、リエラからはうちらの左右、うちらの左右が代表して歌ってくれています。そうなんです。カノンのね、声もねバッチリ視聴動画にも載ってますから、いいね。あ、カノンちゃんだって思ってた。わかるよね、でもすぐ、あ、カノンちゃん、あ、カノンちゃんだ、カノンちゃん、かわいい。なんかこう2人並ぶと押さないよね。あれなんかママ、あ、ゆいなはずっとそんななんだけど、逆にペイもなんかね、横並びで押さない。すごい押さない、なんかおぼこい感じ。多分ナコの前だからかな。そういうこと。やっぱママの前だと。そう甘えたくなっちゃう。私もじゃあこれラマっぱくしや。あみんなでワイ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 。まだでも視聴動画聞いてないよという方ぜひとも発売前にそうだね聞いてほしい。お願いします。お願いします。お願いします。続いてリエラジネームブーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ラブライブシリーズパリーグコラボ試合福岡ソフトバンクホークス戦。なこちゃんとゆいなお疲れ様でした。ありがとうございます。いろんなことが盛りだくさんですごく楽しかったです。なこちゃんは始球式でちゃんと届いていてすごかった。猫耳もすっごく可愛かったよといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてリエラジネームスーさんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。8月10日のホークスのコラボ試合見に行きました。嬉しい。読み上げはすごくかっこいいし、セレモニアルピッチでは楽しそうな2人を見ていて幸せな気持ちになりました。試合中、急にアナウンスが来て、ちーちゃんのリリーフピッチャーと、マルガレーテちゃんのナイスバッティングには驚きました。試合後のトークショーもバリ楽しくて、最高の一日になりました。ゆいなちゃん、ボールはどつきで持って帰れましたか？これ土にカッコドって書いてんだけど、ありがとうございます。これね、リエラジのカレーのスカの時にリーが土のことをドって言って、どれか私はドがついちゃってみたいなこと言ってて、なるほどね。言い方あれだけどドついてんのかと思ってさ、同じくなんか強いと思った。ゆいな私の知らないところで誰かドついてんのかなって思って。なるほど。よかった訂正があって。持って帰りましたか？なになこちゃんは始球式ちゃんと届いてとか。ちょっとね。私そう。言いたいんだよね。ちょっと教えてちょっと。私に関してはあまりにも勢いが良すぎて、キャッチャーの方にこう立ってキャッチしてもらうっていうぐらいすごい行ってしまったのよ。すごい。ゆいなの方がめちゃくちゃベストな距離だったの。でもたまたまそのキャッチャーミットにうまくスポって入らず届いてたぴったりだからゆいなのがなんなら距離感は抜群でした。あ、そうなの。届いてたもんね。優しいね。私らちゃんとねビデオ判定したから。ビデオ判定したの？なんか優しいね方が撮ってくださってて、そうだったんだ。そうだからそれを裏で見せてもらってね。だから私届いたって言ってるんだけどな。そうだからね終わった後ずっとゆいながさふてくされてたの。そう、すねてた。めちゃくちゃすねてて。いいよ。なんか届いてた。みたいなことずっと言ってたから。そうだよね。ゆな届いてたもんね。言って。そうなの。いやでもね、誰も悪くないし、誰も悪くはないし、私もちゃんとね、ちゃんとってが私もね勢いがねちょっとそうですよ。リベンジさせていただきたいです。だからいつかおなんで笑ったん？そうだねリベンジはちょっと始球式はねなかなかその機会とかも難しいからレアかもしれないけどいつかさリエラちゃんでさなんかそういう野球みたいな。そうそう確かに。あでもあれじゃない？11人もいるからさ。そっか半分に割って1人監督と。確かに私チアガールやる。おお2人いなくなっちゃった。私頑張ってブスにしようと思ったんだけど私応援団長やる。投げないのリベンジしたいんですよ。私始球式で出るからリエラ試合でセレモニアルピッチはいらんやりたいからおるやん。だって選手がでもそうセレモニアルピッチだけじゃなくて選手のさ読み上げあったんですよ。緊張したよね。もうなんか紙を渡していただいてこのお名前をってでも読むタイミングとかも Q は出してくださってたんだけどもう震えた声が。そうだよね絶対緊張する。めっちゃ緊張した。お疲れすごい。なんか私とゆいながずっとさなんかお互いの背中をこう支え合ってさあんな広い球場なのにこじんまりしながら大丈夫かな結構さどこかな結構見られてたんだね。結構見られてたみたいでそっかなんか後から応援してくださってた皆さんに緊張してたねって言われましたね。無事ね楽しすぎた一日。ここ楽しかった楽しそうだったね。ダンスとかもさ踊ってるの私見たんだけどさよかよかダンス偶然ね L 作ってさ、こう L のポーズで踊るの。顎の下でこうなんかね L っぽいの、胸なのかな、重ねか。そうそう。今のヨカヨカダンスのさ、可愛らしい子カチューシャとおててとねつけさせていただいて楽しかった。超楽しかった。それにあと車に乗ったんですよ。あのね、なんかさ見たよ。それは楽しかったよね。あれ私さ。何こう球場に出る前のこうちょっと控えてる時がいっちゃん楽しかったから。わかる。ずっとねあのマスコットキャラクターの皆様がね待機してたの裏でずっとふざけてんの。めっちゃ喋ってくれて、すっごいふざけてて、そうそう、ジェスチャーがそういやよかったな。伝わるよね。でもジェスチャーですごい伝わる。胸板が熱い。胸板が熱い。ハリーくんなのか、ハリーさんなのか。ハリーさん。ハリーさん。ハリーさんとハニーさん。ハニーさん。すごく面白かったですね。優しい方に囲まれて。そう。いいな。いや、いつかリエラみんなで。ね、行きたい。野球。野球したい。でもね、ルールを。いいね、やりたい。野球ね、楽しそうだね。絶対難しい。なんかみんな打たずに終わっちゃうんじゃない？打てないっていうぐらい。空振り三振だよずっと。そっか。いいじゃん。勝ち負けじゃないから。あ、なんか楽しむことがなんかこう優しめのルールで。そうだね。なんかね。柔らかいね。柔らかいボールで。柔らかいボール。当たっても痛くないボールで。トンとして。途中退場とかしなければいいけどね。ね。いや皆さんありがとうございました。続いてリエラジネーム錦野直しさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。8月23日から25日にアメリカニューヨークで行われたアニメ NYC2024 に参加しました。ありがとうございます。1年前に転勤でアメリカに引っ越してきて以来、ついにキャッチの皆さんにお会いできました。とても嬉しいです。私も現地で知り合った方もキャッチちゃん信じられないくらい可愛かった。今未だに夢の中にいるんじゃないかと疑ってしまうと口を揃えて言っていました。中でも一番嬉しかったのは、キャッチュちゃんがアメリカに来てくれたなら今度は自分が勇気を出して日本のイベントに参加する番だと言っていたことです。皆さんがここまで来てくれたおかげで多くの方が幸せそうな笑顔を見せていましたといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。キャッチュちゃん、キャッチュー、ただいま日本いっぱい聞きたい。あ、本当だよね。聞きたいよこれは。あら嬉しい。私はニューヨーク2回目なんですけど、かっけえ。そうなんです。行きたい行きたい。実は2回目、ニューヨーク2回目ですごく懐かしくて。うわーいた。いやでも全然。でも行ったのがね、本当にもう12年ぐらい前で、結構本当に子供の頃、ちっちゃい頃だったからあんまり覚えてなくって、だからもうほぼ初めての気持ちで今回ニューヨーク行かせていただいて、さゆもあかねももうなんか全てに興奮してて、私もなんだけど、建物も食べ物もとにかくやっぱり日本のと比べてすごい大きいし、なんか料理の味付けとかも全く違うからさ、なんか新しい、なんか漫画の世界に入ってきたみたいな感覚だったんですよね。だから本当にすっごい楽しかったんですけど、私一つ目標ができて、いつか11人でニューヨークに行きたいなって。レッツゴー行きたいよね。キャッチャーの3人がさ、あ、可愛いって思ったのがさ、皆さんの X 見てたかな。あれでしょ、一人つぶやいて、引用でもう一人つぶやいて、その後またつぶやいて、アイスだったかしら、アイスクリームですかね。グッドモーニングじゃない？グッドモーニングみたいな。グッドモーニング？アイス持って。あ、そう。なんか何回かね。可愛かった。ありがとう。可愛かった。私みんなにコメントしちゃったもん。バラバラのでみんな。すごいくれた。そうでも、投稿したタイミングが向こうは朝だったんだよね。朝だからグッドモーニングってやったら、みんなにこっちは深夜ですってすごい突っ込まれたから、ちょうど見た時にキャッチの皆さんがお目覚めになっていて、こちらは今から寝る準備なんですけれどもと思って、そんな中でゆいなが来てメッセージくれたから行っちゃいました。ニューヨークに私実はすごい、なんか私は未来人ですってなんか来たから、だからもう早く寝なさいと思って、こっち未来なんだと思って。実際的そう日本の方がねちょっと早いんですよ。先なのだから。でもあれきっかけで私だからニューヨークの時計入れてました。私前から入れてたよ。ねえどういうこと？キャッチちゃんが行くって知ってたから。そうわかる。でもだから今日本とニューヨークと上海入ってんの。一緒すぎ。私行ったこともないのにロサンゼルスとか入ってる。行こうちょっとロサンゼルス行きたいのよね。そう行きたい国全部入れよう。でも入れようもう。いや本当に楽しかった。もうなんかアメリカなんかもうすごい調子乗ったことを言うとなんだろう日本語をすごい忘れかけるというか。おっとすごい英語ばっかりだからさ環境が。あそっか。そうだからなんか英語でちょっと慣れてきちゃってなんか帰ってきたばっかの時になんか日本語が全然出てこなくて。Hello Hi What's your name? How are you? I'm Yuina. How are you? I'm fine. 中学英語。イエーイ。でも大丈夫です。今日はちゃんと日本語が出てきてます。違うでも頑張ったって。今日本語喋ろうって頑張ってる。でもついね出ちゃうからね英語。ペイからはそんなことないよ。まあ確かにそんなことないよ。めっちゃ話戻るんだけどさ、やっぱ向こうの方々のこの熱量とかがさどんななんか確かに私たちこう結構日本人の中に海外の方とかはそれはあるけど、向こうの海外の方がほとんどですっていうのがなかなかないから。確かにどんな雰囲気だったんだろうと思って。確かにねすごい皆さんストレートに愛をね伝えてくださって、あとやっぱリアクションがさ日本と全然違くて、なんかなんて言うんだろうすごく大きくて、なんかすごいなんかトークイベントとかお渡し会とかやらせていただいたんだけど、目があってなんか「あペイちゃん大好きです」とかなんか日本語を覚えてきてくださってる方もいらっしゃったし、あとやっぱり日本語を覚えるって結構ハードル高いことだから、もちろん英語で来ていただいてもすごく嬉しいんだけど、なんかすごいなんか伝えようとしてくださることがもうなんかすごい溢れてなんか伝えてきてくださるっていうのが。なんかすごく嬉しかった。愛だね。本当に愛だからもうね、もうライブをしに行きたいなって本当に思ったから。本当に行きたい。行こう。言霊だから叶うよきっとね。叶う。ライブしたいです。ライブしよう。頑張ります。頑張ろう。ありがとうございました。Thank you. Thank you very much. Thank you very much. ということで皆様たくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。それではランチタイムリクエストのメールご紹介しましょう。リエラジネームのピピさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私がリクエストしたい曲はインクルーディングユーです。リエラのフォースライブからおよそ1年が経ちました。私は今でもフォースライブのワクワク感やドキドキ感を忘れられません。本当に大好きなライブです。その中でもインクルーディング U の衝撃がすごかったので、この1年経ったタイミングでまた聞きたいですといただきました。ありがとうございます。そっかもうフォースから1年も経ってますからね。もうブルーレイもね発売されてお家でも楽しめるようになっているんですけれども、ここでインクルーディング U のことをちょっと皆さんインクルーディングやっぱこうサニーパッションの2人を少し想像しながらリスペクトの気持ちを込めてイントロから一気にこう世界観にグッと引き込まれるのは私は好きです。私見てるからさずっと。そう3期生は2人ともさ踊ってないから、でもね踊りがすごい見ててなんて言うんだろう楽しい。なんか変わり映えするっていうかすごいなんかしっとりした楽曲だからそんな踊らないのかなみたいな一瞬思うんだけど、めちゃめちゃ踊ってるし結構細かいじゃない踊りが。そうなの。そうでもみんな流れるようにすごいその難しいのをこうさらっとこう踊ってるからすごいなって思いながら見入ってますいつも。ありがとう。はい。ぜひフォースライブ参加された方はその時のことを思い出しながら聴いてください。それではお聴きください。リエラでインクルーディング U。 一筋の光をいつもくれた君は今心に抱いていくよ。朝を待つ気持ちは何？君はきっと前だけを見て答えるんだ。淡く沈んだ夜をときめきて塗り替えてゆく情熱の言葉。何もかもに理由がの放送局リエラジ、午後も一緒に頑張ろう。ゴーゴーリスタート。皆さんから送っていただいた頑張ってること、応援してほしいこと、もうひと踏ん張りしたいことをご紹介し、午後からも気分一新、新たな気持ちで頑張れるように私たちからエールを送ろうというコーナーでございます。エールエールランチタイムだからこその企画ですかね、これは。それでは早速メールご紹介しましょう。はい、リエラジネームおりんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕は高校2年生でバスケットボール部に入っています。夏の大会が終わり、先輩たちが引退したことで次の部長を決める流れになったんですけど、なんとみんなから部長に指名されました。すごい。別に部内で一番バスケが上手いというわけでもないですし、みんなをまとめられる自信もなく、正直不安の方が大きいです。でもちーちゃん部長を見習って一生懸命部活を引っ張っていきたいと思いますといただきました。ありがとう。素晴らしい。すごいね。気持ちわかるね。めちゃくちゃわかる。わかる。ちーちゃん部長、さすが。ちーちゃん部長、私も学生時代ダンス部部長をやらせていただいておりまして。かっこいい、かっこいい。不安だよな。うわー、かっこいいわ。部長やったことないからね。私もない。すごい。何かの先頭に立つってやっぱ緊張したり、そうだよね、恥ずかしいから。まあちょっとそれではね、早速でありますが、リエラダイスを振ってエールを送る人を決めたいなと思います。それではゆいなさん、サイコロを振ってください。お願いします。お願いします。いけ。ゆいなです。ごめんね。ちーちゃん部長から。違う。まるちゃん部長で。まるちゃん部長。じゃあ行かせていただきましょう。それではゆいな、エールをお願いします。おりんさんは一人じゃない、頑張って。いやこれさ、きっとさ、指名されるってことはこうみんなから信頼されてるってことだから、きっともうなんか押し付けとかじゃなくて、おりんさんがもうなんていうの、絶対みんなをまとめてくれるでしょうっていうみんなの信頼があってこそだから、絶対ね、こう一人にならないと思う。みんなもきっと支えてくれるし、部長だからといってこうなんていうんだろう、やんなきゃ責任が全部一人で抱え込むとかじゃなくて、こうみんなにね、こう相談しながらね、一緒に頑張ってほしいななんて思いまして、一人じゃないよと伝えました。絶対伝わってるよ。頑張ってね。みんな味方です。応援してます。ありがとう。ごめんね。すいません。これからも頑張ってること、応援してほしいこと、もうひと踏ん張りしたいことがある人はぜひメールを送ってください。以上、ゴーゴーリスタートでした。ラブライブスーパースター、ゆいじょランチタイム放送局、リエラジ。ラブライブスーパースターからのお知らせ。ラブライブスーパースターリエラフィフスラブライブトゥインクルトライアングルブルーレイメモリアルボックスがいよいよ来週リリースとなります。ラブライブ公式 YouTube アカウントに視聴動画も上がっていますので、皆さんぜひチェックしてください。そして2024年11月30日土曜日に発売記念トークイベントを開催させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。出演は渋谷かのん役伊達さゆり、桜小路きなこ役鈴原のぞみ、鬼塚とまり役坂倉さくらの3名です。対象店舗にてご予約ゲットしていただいた方に応募券をお渡しします。応募期間は11月7日木曜日23時59分まで。詳しい情報はラブライブスーパースター公式ホームページをチェックしてください。皆さんのご参加お待ちしています。そして12月11日水曜日にラブライブスーパースターのニューシングル「2」の発売が決定しました。やったー。早期予約特典として対象店舗でのご予約1枚につき2年生デフォルメイラストステッカー全4種ランダムのうち1枚をお渡しします。期間が10月21日月曜日までです。11月13日水曜日に発売させていただくラブライブスーパースターのニューシングル1の予約も受付中です。早期予約特典は3年生デフォルメイラストステッカーで全5種ランダムのうち1枚をお渡しします。こちらがゲットできるのは9月19日木曜日までに対象店舗にてご予約いただいた方のみとなっております。どちらも予約してゲットしてください。完全新作のオリジナルカードゲーム「ラブライブ!」シリーズオフィシャルカードゲームが鋭意制作中です。ティザーサイトが公開中となっております。こちらのオフィシャルカードゲームの発売情報ですが、9月23日月曜日15時から開催されるブシロード TCG 戦略発表会で発表予定となっています。配信もあるのでぜひチェックしてくださいね。続いて出演情報です。2025年1月24日金曜日、25日土曜日、26日日曜日に開催されるリスアニライブ2025にリエラが出演させていただくことが決定しました。ありがとうございます。現在第1弾チケット先行予約がスタートしております、ぜひチェックしてください。今回お知らせしたすべての情報の詳細は動画の概要欄からご確認ください。以上お知らせでした。ラブライブスーパースターゆいじゅランチタイム放送局リエラジ、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。スタジオ大変盛り上がっております。バリラバリラバリラバリバリラ、ここで次回の放送情報です。大丈夫、バリラは大丈夫です。すいません。次回9月17日火曜日更新予定の第186回放送もゆいなとみさきなことペイトンなおみの3人でお届けします。そしてさらにその次の第187回放送は伊達さゆり、鈴原のぞみ、坂倉さくらの3人でお届けします。こちらの回へのメールもお待ちしております。ということで本日の放送はいかがでしたか。どうだった。なんかもうね、今日は収録始まる前からゆいなちゃんこんな感じだったんですよ。イエーイパリラッパリタイムイエーイ。みんながゆいなちゃんはもしかしたらこの何普段おしゃべり皆さんの前でしてる時以外はもしかしたらおとなしいんじゃないかと思ってる方が今いらっしゃったらそうではない、通常運転ですということをお伝えしたいですね。ね、いやわかんないよ。でもすごいなんかいつも通りのゆいなだよね。結構ね。すごいいつも通り運転してます。通常運転。免許取ってこい。でも今回みんなでこんなことしたいみたいな夢がたくさんできたので、そうだね、できた。はい、夢を叶えていきたいよ。頑張るぞ。はい、思ってます。ありがとうございます。それでは今回のラブライブスーパースターゆいじゅランチタイム放送局リエラジはここまで。お相手はウィーンマルガレーテ役ゆいなと嵐千里役みさきなことヘアンナすみれ役ペイトンなおみでした。またね。